ここはどんなに海が荒れてても穏やかということで、古代から船の停泊地としてあります。ですから中世の頃にはここは軍事港、そして現在は素晴らしい豪華客船。今年だけでも500隻以上はね、豪華客船入っていると思います。はい、そして半島がサンジャン半島、そして私が言いました世界で最も高い別荘が今右手の方に、ご覧になりますレオポルダニセーテ、右でかなりの敷地、に今手前に右手に見られるこの建物は従業員の住むところです。そしてもともとはねレオポルダニセーという、ベルギーの国王がここにお屋敷を作ったのはご自分のお若いおみかけさん。で現在はね